はい、皆さんこんにちは、ヒロンガです。今回はですね、僕が普段アイロンビーズを作ろうかなと思った時に参考にしているサイトがあるんですけれど、なんとそこよくよく見てみたら、なんと集まれ動物の森のマイデザインの QR コードを出すことができるサイトでもあったということで、今回ね、アイロンビーズの動画をね見てくださっている方も結構いるので、そこからちょっとね、僕ここのサイトを利用してますよっていう紹介を上に、じゃじゃーんってなわけでですね、ここにね左側に忍、そして右側にね壁紙の方を用意させていただきました。そしてね、左下の2つはね、チビキャラ僕自分作ったやつなんですけれど、今回はですね、このサイトを紹介したいと思います。はい、今回使う必要なものなんですけれど、まずは携帯電話、Android、iPhone、どちらでも構いません。そちらの携帯の方に、Nintendo Online の方のアプリをダウンロードしてください。そして、インターネットつながってないよっていう方は、今回すいませんが、できませんので、またね、アイロンビーズ動画とか、マイデザイン動画作った時にね、僕のね、動画を参考していただければなと思います。そしてもう一つなんですけれど、もう一つはね、パソコン画面でも、もう一個端末があるよって方、どちらでもいいんですけれど、二つあった方がいいと思われます。そして、今回、マイデザインで使いたいなっていう画像の方も撮っておいてください。はい、それでは任天堂オンラインを起動中です。で、ここのタヌポータルね、今集まれ動物の森が一番最初のね、ページにありますので、そこでタヌポータルを選んでください。この画面ね、マイデザインで QR コードを読み取るってところになれば正解でございます。はい、そしてですね、もう一個の端末、もしくは携帯電話、パソコン等でですね、このドット絵何かっていうこのサイトを開いてください。僕がですね、ゲームのキャラクターとかをアイロンビーズで作りたいなと思ったら、このドット絵何かさんのサイトを、ね、自分で撮った写真を取り入れて、もうドット絵になりますので、それを参考にいつもアイロンビーズ作っています。というわけでね、画像を出します。はい、で、画像を選び終わりました。そして、下にスライドしていくと、まずね、このマイデザ3枚、4枚って言って、今ですね、この自分のね、みんなはね、美味しいじゃなかった。住む人みんなお弁当のね、島に書かれてる忍は4万円にしてあるんですけど、ちょっとね、3万円でね、少し小さめにしてみたいと思います。今回動画になりますのでね。そうすると、なんと、じゃじゃーん、これちっちゃくすると見えますか？はい。こんな感じで、ドット絵になってるんですね。しかもちゃんと色とかの数字も引いてあって、ね、これちゃんと紹介もしてくれてます。いつも自分はこれでゲームのキャラクターをアイロンビーズにすることが多い。そして見てください。この QR コードの数ね、3万円ということで、9個のね、QR コードがあります。で、このままね、QR コード取ろうとするとね、結構混ざっちゃったり紛らしくなるので、今回これは端末使ってますので、これアップにして、ね、この QR コードが1個だけしか読み取れない状態で、はい、読み取っていきたいと思います。QR コードをスクショしてもダメだったので、この方法が一番いいんじゃないかなと個人的に思ってますね。他にいい方法あればね、ぜひ見つけていただいて。こんな感じですね。はい、そうすると、はい、忍さんの左のね、頭の部分ですね、が映ってます。これをダウンロードします。すると、はい、マイデザインを見つけましたってことで、ここに、じゃあね、上書きをしたいと思います。はい、というわけでこれで、ね、左上のね、忍の頭の部分が映すことができました。で、QR コードは一気にね、9枚っていうのはできないので、1枚ずつこうやって上書きしていくことになります。あ、で、最初の方にちょっと言い忘れてしまったんですけれど、オープニングのタイトルですね、スイッチで集まれ動物の森を起動した後に、最初に、ね、プッシュ A ボタンで流れるとこがあると思うんですけど、その時にですね、左側のジョイコンのですね、マイナスのボタンを押してください。そこでですね、設定をしないと、ちょっとこのね、ダウンロードができませんので、そこの方だけお気をつけください。はい、つなげてね、ちょっとここからボンボンボンと乗っけていきたいと思います。あ、でですね、こちらは QR コードのダウンロードバージョンになりますので、この場合はですね、編集といいますか、書き直しをしたりとか、しずえさんのお店で、自分のものをアップロードみたいなことはできませんので、ご注意ください。はい。あとはですね、ちょっとやりながらなんですけれど、少し宣伝になるんですけれど、こちらのね、壁紙の方は自分でね、好きなものをやって、こう地面に貼ったりできますよって今回の動画の紹介なんですけれど、ちょっと左上にね、もう少し途中のものを見せちゃってるんですけれど、で、善逸のね、このね、格好といえばね、お分かりの方はね、ファンの方はお分かりだと思うんですけれど、こういう自分で作ったものの、鬼滅に限らずね、いろんなもののドット絵を、
ちょっと上げていこうかなと思っています。それはね、しずえさんの方で上げていこうと思うので、たくさんできて紹介しながら、あ、いいなって思っていただいた方にはね、ダウンロードできますように、その時にはね、コードを紹介したいなと思ってますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ね、なんかリクエストとかあったらね、自分で作れるものだったらね、ぜひ作ってみたいなと思うんですけれど、はい、そんなわけでどん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 やっていきたいと思います。ちょっとエラー起こしちゃった。はい、諸事情あってね、一回り小さくなっておりますけれどね、QR コードの数と違うじゃんってことをちょっとツッコミなしでお願いいたします。まあ、こんな感じで一枚一枚動かしてますよってことで、ちょっと地面に置いてみたいと思います。ポン、ポンと。お、いいね、少しずつ形になってきたね。ちょっとね、一番最初に見せたのよりね、小さめになってるイコールドットが荒くなってるので、ね、その辺はね、ちょっとね、クオリティ高いものを目指したければですね、4万円にしていただいてですね。あとはね、ちょっと単調でね、やっぱこういう、なんだろう、ちょっと粗い方が可愛いような絵っていうのもあるじゃないですか。そういうのはね、もしろ1万円にしていただいて、広めていただければなと思います。シク、シクと。あ、いいっすね。あ、そしてですね、マイデザインの持てる数に限りがありまして、まあ、この後ね、ちょっと結果がわかると思うんですけれど、先ほどのね、壁面みたいになってる壁紙っていうんですかになっている絵の上に、今このね、新しく忍を乗せていることによって、今まで床に、地面に敷いた絵が消えちゃっています。要するに上書きされちゃっています。なので、この島における数には限りがあります。こんな感じになっちゃってますね。ただしですね、多分キャラクターの人数分だけマイデザインっていうのも数がありますので、もしね、島を本当になんかね、鬼滅であり、ファイナルファンタジーであり、ドラゴンクエストでありね、なんか統一したいなぁなんて思ったら、ね、キャラクターをたくさん作っていただければいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回の動画は、好きな絵をマイデザインに QR コードで出す方法になりました。最後までご視聴の方ありがとうございます。またねー。